地で新たな未来モンスターを探し続ける AKB48 チーム8メンバー。そんな彼女たちが有名アスリートの一押し地元グルメを紹介。題して今週のミラモン飯。今回やってきたのは静岡県藤枝市。藤枝市出身のアスリートといえばドイツブンデスリーガフランクフルト所属、日本代表でもおなじみ長谷部誠選手。今回そんな長谷部選手が大好きな地元グルメミラモン飯を紹介してくれるのが、お早い、8-8。おお、頑張った。 AKB48 チーム8静岡県代表の横道ゆりです。よろしくお願いします。元気。静岡県方言クイズ、イエーイ。静岡の方言で飛ぶとは一体どういう意味でしょうか。飛ぶ、ヒント。ヒント、こういう風に使います。高見沢さん、飛ぶの遅いって本当ですか。何走るの。それでは皆さんいきますよ。ゴー、よ、3、2、1。正解は走るでした。皆さん分かりました。飛ぶっていう。ということで早速長谷部選手一押しのミラモン飯が食べられるお店へ。やってきたのは朝ラー発祥のお店、1919年創業の老舗丸中さん。実は藤枝市には朝にラーメンを食べる朝ラーという食文化があるんです。いいな、朝ラーいいな。その起源は古く、お茶の生産地として有名な藤枝市で、お茶取引などで朝早くから働く人が腹ごしらえのため朝にラーメンを食べたのが始まりと言われています。大変だ。長谷部選手おすすめのミラモン飯はこちらです。うわー、中華そば並500円。500円。醤油ダレにさっぱりしたカツオベースのだしを合わせたスープに、つるりとした喉越しの麺は朝から食べても胃にもたれない優しい味。醤油ラーメン。それではゆりちゃん、食レポよろしく。さっぱりしてて、全然脂っこくなくてあっさりしてて、麺もすごいつるっとしてて喉越しがすごく良くて難しい味がします。ごちそうさまでした。そして今回も店員さんにこのお願い。これから私頑張って超有名なアイドルになるので、このお店に私のサイン置かせていただいてもよろしいですか。はい、頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。お父さん優しい。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。ということでこちらのお店にも未来モンスター探しを協力していただくことに。になったし、サインも飾らせてもらったし、未来モンスター探し行ってくるで。元気。来週は一体どんな未来モンスターが登場するのでしょうか。お楽しみに。